高校隅から隅までは弥生小学校ですまずは弥生小学校4年生の皆さんによる弥生小学校の校歌の合唱をお送りしました続いて4年生の皆さんにインタビューをしていますのでその模様をお送りしましょう今日は弥生小学校4年生19人の皆さんに集まってもらいました まずは学校紹介をしてくれるメンバー自己紹介お願いします石川ココネです吉国博積です鈴木雅人です真野小幸です匠真央です木原農家ですはいではこの六人にお話を聞いていきましょうでは石川さんからお願いします 弥生小学校の全校の人数は百六十人しかいないので、とても少ないです。でも一年生から六年生まで、とても仲良しで。よく遊んでいます。はい、どんな遊びが多いんですか。キックベースとかです。はい、では続いてお願いします。弥生小学校の校舎と運動場はとても広くて。先ほど言ったように、百六十人しかいないので。運動場と校舎がのびのび使います。 野球小学校の自然はいっぱいあります。特にいっぱいあるのは運動場の周りにはいっぱいあります。その他にもアリスの会の方々が本の読み聞かせを毎週水曜日にしてくれています。はい、どんなご本を読んでくれるんですかで毎年小さいお家を読んでもらっていま はい、ありがとうございます。ではお願いします。弥生小学校にあるランチサロンとは、地域の人たちと給食を一緒に食べる食べることです。また、一緒に食べながらおしゃべりすることもできます。この時間は楽しいですかはい、楽しいです。はい、では最後お願いします。毎週木曜日は1年生が4時間の日なので、ボランティアの方々が1年生と一緒に帰ってくれます。はい、ありがとうございます。 では続いては四年生の紹介をしてもらいたいと思いますのでこの四年生を紹介をしてくれる皆さん自己紹介からお願いします川本亮です松山里奈です黒田優真です山本春です大谷真奈です天野正人です中塚大和ですはいでは皆さんに聞いていきましょう今から四年生はどんな学年か説明しますまずは遊びについて説明します 男子はボール遊びをよくします。特に男子はサッカーをして楽しんでいます。女子は分解先生と言って人を分解するふりをして面白そうに遊んでいます。次は4年生で頑張っていることについて説明します。頑張っていることは勉強です。クラスで自主学習ノートを家でやってきています。 中には4冊目までやってきている人もいます。さあ、4年生の頑張っていること、そして4年生の中で流行っていることを教えてもらったんですが、1つ、文解先生というのがとっても気になる言葉がありました、大谷さん、これは一体何ですか文、えっと、分解先生という人がいて、その文解先生や助手や、えっと、社員の人がお客さんを、えっと、例えば。 普通の大人が赤ちゃんにしてほしいというお願いがあったら文科先生や助手社員の人が診察をする遊びですこれはみんなで考えたのかなはい文科先生という人が考えましたはい文科先生という人が考えたっていうことですけど文科先生はどこにいるのかな私の隣にいます紹介してあげてください 文解先生は松山里奈さんです。松山さん、これはどうやって考えたんですか将来の夢が医者だから、そういう遊びを作ったら楽しいと思って考えました。はい、わかりました。ありがとうございます。これで4年生はどんな学年かについての発表を終わります。はい、ありがとうございます。 さあ、続いては四年生の皆さん、カブトムシを飼っているということで、カブトムシのお話を聞いていこうと思います。まずは自己紹介からお願いします。四年一組六番、奥村優太です。西岡かいです。板野さやです。太田優香です。宮村陸です。です菅谷健心です。はい、では、この六人の皆さんに、カブトムシについて聞いていきましょう。最後に、カブトムシについてです。飼っているわけは。 命の勉強をするためです。名前にはしっかり理由があります。1匹目はビーラックです。その理由はビートルとブラックが入っていたらいいと思ったからです。2匹目はチートです。チートの名前の理由はもともと小さかったので、小さいのチート、カブトのトを合わせた名前です。それから育てるときが一番大変でした。 すぐ下にもうったり1日30個もふんをするので毎日ふん取りをしないといけませんでもカブトムシがたくさんいるのでぜひ弥生小学校に見に来てくださいはい今何匹ぐらいいるんですか20匹ぐらい20匹いるんですねこれはみんな名前がついてるのかなついてる人とついてない人がいます <laughs> そうなんですねこの育てたカブトムシはどうするんですかこのまま オスとメスで卵を産んで、またそれを来。来年の四年生に引き継いでいきます。はい、わかりました。ありがとうございます。今日の校区隅から隅までは弥生小学校でした。弥生小学校四年生。十九名の皆さんに。校歌の合唱と。弥生小学校のこと。四年生が頑張っていることや。 4年生の間で流行っていることそして育てているカブトムシについて紹介してもらいましたコーク隅から隅までこの番組は毎月第1第3第5土曜日の10時45分ごろから放送しています再放送は翌日曜日の夜7時からと 月曜日のお昼十二時四十五分頃から行っています。次回の放送は7月30日土曜日、入野木大小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。